2013年のやりすぎコージー都市伝説の中で、島田秀平が紹介したゲームに関する都市伝説である。ドラゴンクエストは1980年代に人気を博したテレビゲームであるが、ドラゴンクエストが発売された当時は、ゲームの機械にゲームデータを保存できる機能がなかったため、ゲームユーザーはパスワードをゲーム機に入力してゲームを続きから始めていた。パスワードの文字列はランダムなため、通常は意味不明な言葉になるが、ドラクエのパスワードのいくつかは偶然にも意味をなす文章になることもあった。その中に未来を暗示していたものが存在するという。ドラゴンクエストではこのパスワードをひらがな十数文字で入力する形式を採用していたのだが、驚くべきことにこのパスワードの中に未来を予言しているものが存在したのである。例えば、キムヨナは、氷の上を、美しく、舞うね、というパスワードを入れるとゲームが途中から再開できる。そして、浅玉を、氷の上を、美しく、踊る。このパスワードでもゲームが途中から再開できる。これはフィギュアスケートのキムヨナと浅玉をのことを指しているとしか思えない文章である。しかも、その二つのセーブデータを比較すると、キムヨナの方が若干レベルが高い。実際にもキムヨナと浅玉をはライバルだが、先の大会でキムヨナが浅玉をに勝ったことは皆さんご存知だろう。ドラゴンクエストが発売されたのが1980年代である。にもかかわらず、2000年代以降に起こった実際のことを予言したというのか。